説明しよう。ストリーマーグラセフとは、僕のランキングとかでロスサントスの一住民として第2の人生を歩むストリーマーサーバーである。住民たちはさまざまな職に就きキャラクターになりきり生活をしている。今回私は日本で組長を制した東部テルキに招集されこの町へと降り立った。こちら警察、こちら犯罪者。おー、どうした、すごくないこれ。あー、すごいな。これすごい。あー、お前もうやったってそのくだり。あ、もうやったんだ。やったよ、もうみんなやるよなこれな。あのさ、ちょっと今日暇があったら、クリスマスデート服的なのを作っといてほしいんだけど。はい、はい、なぜだ。いや、ちょっと必要だから。必要だからだ。うん、そう、ちょっと作っといてほしいんだよね。そのまあ誰にも聞かずにね、これどう思うとか聞かずに一人で作っておいて。え、無理。なんで？暇じゃない。センスがない。いい。え、無理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 。いやじゃあもうあれよ。俺観測者に煽られまくるからやだ。そしたら10分以内とかで作ってこいって言われるよ、じゃあ。なんでだよ。そういうシチュエーションが起こるから、ね。なんでだよ。他の人の意見をもらうわ、お願いさせてくれ。じゃあ一人だけ誰か決めて。あ、オッケー、一人な、一人。一人だけ、うん。あ、オッケー、オッケー、オッケー。よし、ならいいぞ。ジャンプして取ることによって距離を稼ぐ。はい。完璧。おお、スケボー強盗？俺はな、この町で一番銀行の時に車を使わない犯人だ。なんだって？ほら、見ろ、早いぞ。ほら、警察も行儀。誤算や。待っててね。残念なお知らせだ。ここの銀行はな、強盗できねえ。帰るぞ。終わってるか。ということで銀行強盗はしました。出て出た。あだわ、あ、おるかも。ちなみにおるか、おるか。何これ、うっ、グロー、何これ、やば。それ持ってバーベキューできるよ。そうなんだ、バーベキューできるんだ、そもそもロン。うわー、危ない危ない。もうあいつ今みーちゃんって呼ばせてた。あ、そうだよ。とでも動画投稿に貢献してるか。お前どんどん最近どんどんめたくなってくな。あ、何のことだ。はいはいはい、注目。はい、ありがとうございます。ということでね、今回の銀行ごとは、おいお前、動画の最初のコールが肝心なんだから黙らなきゃいけないだろ。あ、ごめん、ほんと最近めたいのマジで。もう一回最初から。はい、ということで今回の銀行ごとはダサい王決定戦です。イエーイ、楽しみ。はい、ということでかねてよりですね、はい、ラダオの私服が超ダサいと、ね、誰だそんなこと言ってるやつは。そんな許せねえな、はい、そんなこと言うやつな。終わってるらしいんですよ。でですね、最近僕のランキングとかでラダオはね思ってると思うんですよ。ランキングか、あ、今日も俺上位なんだろうな。気持ちよくなってるからな。そう、気持ちよくなってるんですよこいつ。なのでこの高い鼻をへし折ってやろうということで、今回はですね、あのファッションです。ファッション、ラダオと俺で戦います。服とかマジシャバい。シャバいってなんで、何言ってんだお前。のだろ普通に。はい、そういうやつが持ってません。そういうやつから持ってません。はい、そういうやつはみんなそう言うんだよな。そう、うん、でですね、まあそろそろねクリスマスも近いので、まあ、クリスマスデートコーデということで10分時間をあげますので、あのカニと一緒に服を選んできてください。おー、はい、審査員はおるか。おるか、わかった、頑張れー。デートプランまで教えてな、ちゃんと。うん、それはまあわかった、知らん、知らんけど。なんだおるかお前。なんだ。ということでカニ着替えてこい。俺が着替えんの。カニじゃない、ごめん間違えた。ラダオ、ラダオ着替えてこい。俺はもう持ってるぞ。本当か、うん、はい、じゃあ集合、集合、集合、はい、ここ集合。着替えに一応行った方がいいんじゃないか。俺も作った、作ってきた。じゃあバックちょうだい、バック。はいよ。そう、ラダオがもうできてる。バルン、ニコだ。はい、飛び入り参加、バルン、ニコだ。飛び火したんだけど、なんか。もう俺もあるやつでいいんだったら。あるやつでいいよ。なんかあったっけな。確かこっちの方がバイロか、動画的に。うん、あの、どう言うなお前は。なんだお前ら最近。じゃあエントリーナンバー1、ラダオどうぞ。どれだっけ。これはな、アドバイザーとして南トトにお願いしたんだ。ああ、南トトはとんでもなかったんだ。ああ、だから、うん、マンゴーが前に作ってくれたやつを改造しつつやったぜ。なるほどな。ずるいなそれは。そうだ。そこにそういうのせこいぞ。お前の意思がないのマジずるいよな。審査員逃げてない。ああ。
が。ちょっとね、決めに来てるね。伊坂と被ってるからダメ。それガチで狙いに来てんじゃん。おい、ミンゴリいるな。もう、そうだ。待っときなさい。はい、じゃあ、レントリーナンバー2、ミコだ。これ。つ。まあ、これでいいや、これ。つ。終わってる、終わってる。いや、これあれだよね、これあれだよね、あの寒冷地迷彩だよね、これ戦場デートだよね、そうそうそう、これね、多分そうお互い軍隊っていうあれなんだよね、うん、うん、あーなんか中1ぐらいね。どんなしびれ方。じゃあ次エントリーナンバー3、マルン。はい、待て、大丈夫だ、待て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 、何3は反応がいいぞ。分かった、じゃあ俺、行くわ。ハンさんの私服見たことない、まあ、冬なんでね、ちょっと緑とかも取り入れまして、緑とか赤とか、はい、まあ冬というとね、まあ多少ね、持ってきたの、いやさすがにおしゃれなんで、うん、敵に、おー、一番ガチじゃん。渋めだね、一番ガチでやってるじゃん。贅沢をしてるよ、お前いや、お前ラドンでは笑ってこないぞ、俺一番ガチじゃない。そんなことない、そんなことないです。チャームポイントはメガネの柄もちゃんと書いてます、赤っぽいのが入ってます。ガチやな、2人とも同じようなコーデだな。違います、じゃあちゃんと見てください。じゃあエントリーナンバー4、キノコ、あ、マルーン。はい、いつもの私服いいですか。いつもの私服なの、お前。いつものだったらダサいやん、水玉ぶお前やろ。これやね、しかもなんかティンバーランド履いてるわ。ということで、全員で揃いました。この中で一番クソダサいやつを今決めてもらいましょう。一旦女性陣相談していいぞ。ちゃんと聞いてみよう。まずさ、ミコだの授業で、ミコだの授業で、おるかはなぁ、うん、誰が一番嫌だ。え、マジでも結構好きだよ、マフラーが。マジどういうところが、マジがいい、マジやばいだろ。マフラーが、マフラーがいい。取ったりつけたりいくらでもできないから。おるか一番手厳しいかな、あんな家住んでるのに。なんだなんだ、家はいいだろ、別に。次、ラダオ。ネックレスなんだ。ネックレスがちょっとダサいなって思っちゃうんだけど。猫マンゴーだよ、猫マンゴー。はい、猫マンゴーです。自分で選んだどれだ、ちなみに。タートルネック。何笑ってんだ。ズボン、靴も欲しいもん。ああ、そうなんだ。まあ伊坂直樹とほぼ変わんないな。そうだね、伊坂直樹なんだよな。うん、まあ伊坂直樹はまあおしゃれだ、おしゃれだからな、伊坂さん。伊坂直樹、次ハンだ、ハン。はい、絶対ダメ、おっさんや、おっさん。いや、おお、女性とない。急に殴られる。すごい。おっさん。なんか俺の番に来なった瞬間、猫マンゴーがすげえ元気になる。他の意見も聞きたいぞ。他の意見も。このマフラー嫌じゃないけどな。うん、マフラーだけ好き。そうだよな、オルカもマフラーが好きだ。だけ？マフラーあった？だけって何？ちょっと待って、だけって何ですか？中に入れてる感じがさ。はいはい。マフラーあったんだ。あります。暖かそうだし、いい感じ。そうだよな。暖かそう。マフラー以外はほぼラードと一緒だけどな。クリスマスってことで、まあちょっと緑を入れつつ。下をね、暗い色にすると基本的に全体に重くなってしまうので、ベージュの色を取り込んで全体的に軽くしましたね。でもクリスマスの時にクリスマスカラーのやつあることはちょっと恥ずかしくない？カラーを取り入れてるだけだって。取り入れてるだけよ。いや、クリスマスツリーかよ。ちげえよ、バカ。おめえだって。うわ、腹立つ。最後、マルンだ。まあ、パッキーなら分かってくれると思うんだよな、これで。うん、似合ってていい感じだと思う。マルンって感じだな。うん、いいんだよね。別にクリスマスじゃなくてもいいけどな、これ。なんでラダオさんはどこでも作ってるんですか、それ。マルンだな。なんだこのジジイ。困ってない。うわぁ、次の女性は楽しみだな、俺かな。ボコボコにしやるよ。よし、じゃあ行けよ、また。多数決。これ、言われたら払いせんのか。ドミゲス、マジ、何これ。いや、俺もっと称賛されると思ってたんだよ。こんなにこいつらがダサいと思ってなかった。それが一番ダメじゃない。行くぞ。センスがない可能性あるよな、女性陣。嘘だろ。あ、なんか分かれた。紙袋かぶってるやつにダサいって言われた。嘘だろ。分かれた。分かれた。全部？マジ？全員ダサい。マンゴー、1点入れて。誰が一番ダサい？マンゴー。一番ダサい。マルンか？え、誰だろう？マフラーないしね。俺じゃないんで、俺じゃない、俺じゃない、俺じゃない。す
すごい食い気味に行かれてる。絶対俺じゃない、絶対俺じゃない、レゴマンゴー考えなさいが俺じゃないじゃあ女性陣も一緒にダサいと思う服の前に並んでください。はい、はい、お願いします。じゃあ俺も、え、お兄さん人気ないな。そういう、そういうシステムじゃない。そういうシステムじゃない。わちょっとすごい。じゃないんだよな。どれ？まずいなこれ。はい、ということで。はじめまして。ちなみに、ちなみにちょっと猫マンとサボローさ、色変えた。おいお前ずるくないか。いやいやいや、この結果、この結果として飲み込むよ。一旦ちゃんと飲み込むけどね。違うよ。これだったらどう？これだったらどう？これだったら。あ、いいかも。これだったらどう？あ、白いいぞ。これだったらどう？白いいぞ。白いいぞ。なんか時間は抜けた。後出ししてんな。これを踏まえて。いや待って待って、後出しだったとしてもお前ニコだ、ニコだ無理だぞ。ニコだ無理あるからな別に。火を見るより明らかだな。はい、火を見るより明らかとのことなので、ニコだはこの後。ミコ、ミコダサいようにしよう、名前ミコダサいようで、ミコダサいよう、ミコダサいよう。いやいや、助けて、誰か助けて、武藤逮捕です、武藤逮捕です。じゃあ、解散、お疲れくしょ、女性バージョン、マジ覚えとけ。いや、ほんまそれな、絶対にボロクソに言ってやるからな。ネルセンの時、ボコボコにしたからな、一旦。本当はね、これ出すつもりじゃなかったんだけどな。まあ、どっちにしろ多分ダサかったんだけど。あ、そうなんだ。こっちだ。どっから来た？ああ。これ出す予定だったんだけど。ああ。鈍い値外した。じゃあ。で、じゃあオルカパイセンはもうパソ、パソ可愛い服なんだろうな、クリスマス。それででも実際可愛かったらどうする？プル悔しい。正直悔しい。正直悔しい。なんで1280万だぞ。高？なんでやねん。あの指名手配。やばすぎやろ。でも俺今回買ってるからな、言っとくけどな。買ってるからな俺。ありがとう、キュキュ。いや、ちょっと俺の心が痛かったから逮捕させてもらった。それは分かった、仕方ない、仕方ない。俺が逮捕されよう、それは。あ、頼む。分かった、頼まれた。この額で心を癒すわ、俺は。いや、もう俺、毎回こんな、え、マジで、ほんと金ない。やばいよ。どまみやがれ。もう、ほんとにでも腹立つな。あんな言われると思ってなかった俺。いや、てか並んできたらほぼ男だったぞ。あれ全員打ち越してもよかったな。よし、じゃあ送ってくれ。74番だ。はい、1分。いらっしゃい。はい。ベッドで